塾長教えて。最高のかっこいいは最高のかっこ悪いからしか生まれない。どうも、中島塾塾長宮本です。今日はですね、久しぶりに N3 によく出そうな似ている言葉を紹介したいなと思います。で、まあ、紹介しながら意味の説明もしていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。それではレッツスタート。甘い、彼はいつも女の人には甘い。これはですね、優しいという言い方もできますね。次、カラカラ、たくさん運動したので喉がカラカラだ。これは喉が渇いているということですね。結構、この辞書は結構便利だ。結構っていうのは、他のものと比べて、思った以上だ、自分が思った以上だという意味なんですけど、他にもですね、割にとか割合とか比較的とかって言ったりもしますね。他にもある程度はという言い方もできます。言い出す、計画を言い出したのは井上くんだ。これは一番先に言ったのは、言い始めたのはという意味ですね。余計な、余計なことを言わないでください。これは言わなくても良いこととか必要がないことという意味ですね。想像しい、これは声とかね、音が必要以上に気になるという意味なんですけど、他にもうるさいとかやかましいとか騒がしいとも言います。頑固、彼はとても頑固だ。これは考えを変えないという意味ですね。強硬だとも言います。眺める、私は山を眺めることが好きです。これは見ることですね。もっと難しく言うと、見やるとか望むみたいな意味もという言い方もできます。時間にだらしない、彼はいつも時間にだらしない。これは時間を守らないということですね。ふわふわ、このパンはふわふわしている。これは柔らかいという意味ですね。他にもふわっとしているとかふわりとしているとも言えますね。ネガティブ、彼の考え方はいつもネガティブだ。これは否定的だとか消極的という意味になります。つなぐ、2本のロープをつないでください。これは接続してくださいという意味ですね。他にも結びつけるとも言えます。結ぶというのもありますけど、結ぶというのは一本の紐をこう丸く結ぶと言いますけど、2本以上のものをこうくっつけるときは結ぶよりも結びつけるといった意味で使います。結びつけるというふうに言うことが多いです。打ち消す、彼は自分の言ったことを打ち消した。これは否定したという意味ですね。あとにも否認したとも言います。さっさと、さっさと仕事を終わらせた。これは早く終わらせたという意味ですね。落ち着く、彼女はいつも落ち着いている。これは冷静だという意味ですね。
おとなしい。私の妹はとてもおとなしい。これは静かだとか、まあ、優しいという意味もありますし、穏やかとも言います。ゴロゴロ。日曜日はいつも家でゴロゴロしています。これは休んでいるということですね。まあ、暇だというような意味でも捉えられますね。いい加減。彼女はいい加減な性格だ。これは適当なというふうに言うこともできます。まあ、適当っていうのは、まあ、本来ですね、まあ、適切というような意味でもあるんですが、最近では適当というのはいい加減というような意味で使われることが多いです。職。新しい職を探しています。これは仕事のことですね。働くところということです。もともと。私たちはもともとの知り合いです。これは前からのとか以前からとか初めからという意味です。はい、どうだったでしょうか。意外とその形容詞ですね、いい形容詞とかな形容詞が多かったですね。まあ、こういう問題結構出ますんでね、ぜひ何回も見てね、覚えていただければと思います。それでは、また見てください。あと、それとですね、チャンネル登録お願いします。あと、これ T シャツ売ってますんで、ぜひ欲しい人はご連絡ください。 Facebook で売ってます。それでは皆さん、勉強を一緒に頑張りましょう。さよなら。 See you. Bye.